今度はステロイドですね、ステロイドを始めたんですけども、結構いい加減に食べててもその筋肉だけがこう増えていって、プロテインも飲んでませんし、道場に入ったらもう毎日肉ですね、ちゃんこほとんど毎日ちゃんこがありますんで、ちゃんこはもう鶏豚でたまに牛ですね、それがこう毎日繰り返されて出てきますんで、一気にこう体重も増えました。で1ヶ月でも本当もう5キロぐらい増えまして、それで、それでもまだやっぱりその80キロですから、なかなかその100キロ超え その先輩には全くその追いつけずで、で先輩から言われたのは、ちゃんこの他に、まあ、プロテインも飲む、これは当たり前で、プラス体重が増えない人間はチーズとバナナですね、チーズとバナナ、チーズは 6P チーズでまだあります、当時からありました 6P チーズを1日1箱で、バナナは1房、この2つを必ずやりなさいと。で昼と夜ちゃんこの時間なんですけども、そのちゃんこを5杯、ご飯を5杯、それを昼夜やって、その後に必ず 6P チーズを3個でバナナを1房の半分ですね、で夜もちゃんこ5杯でライス5杯、その後にプロテイン飲んで、ダメ押しでチーズを 6P チーズ3個と、バナナを1房の半分ですね、それを毎日やってました。でその甲斐あって、1年後には90キロになってしまうんですけども、で晴れてその90キロになって、それでデビューしたんですけども、今度はその急激に体重を増やしすぎたんで、まあ、ほとんど脂肪だったんですね、ほとんど脂肪だったんで、やっぱり動きがものすごく悪いです。なので、生まれて初めてダイエット減量、当時はまだダイエットという言葉がありませんでしたので、生まれて初めて減量をしました。でどうやってしたかというと、なぜかですけども、そのタンパク質は絶対食べないとダメだっていうふうに頭の中ありましたので、ご飯だけを抜くダイエットしたんですね。で今でいうその炭水化物抜きダイエットを自然にやってたと思います。それで本当に早くですね、シリーズ2シリーズ使って、授業中はできないですけども、オフの時ですね、オフ2シリーズ分のオフを使って、それで、体重を一気に85キロまで5キロダウンしましたね。で動きもものすごい良くなりました。で当時15分一方勝負なんですけども、15分間疲れても全く疲れがなく動けるような体になりました。そこからは、徐々に増やして、それで、まあ、最終的に88キロぐらいですね、8キロぐらいで、海外に行きました。それで、その次海外遠征なんですけども、海外に行ったらやっぱりその自分でその食事を作るっていう、そういうことがあまりできなくて、それで、まあ行った先々でその食事を決めるんですけども、ドイツにいた時はやっぱりイタリアン料理なんかもありましたし、あとはその大体毎日そのパンとハムですね、パンとハムを朝食にして、それでトレーニング終わってプロテインで、プロテイントレーニングの後に昼食でイタリアン取ったりとかで、夜はそのドイツの料理ですね、鶏肉をちょっとこう揚げたものとかですね、あとは牛肉を揚げたものとか、そういったものを食べてました。でそれでまあ、イギリスに行って、最後に最後の、2ヶ月前ですね、2ヶ月前に今度はステロイドですね、前にも言ったんですけども、ステロイドを始めたんですけども、その時は体がこう大きくなるんですけども、食事は全くその適当に、イギリスでは昼はインド料理ですね、昼は、チャイニーズです、中華料理、昼は中華料理を食べて、で夜はインド料理、ほとんどそのパターンでこう毎日をこう過ごしてたんですけども、あれだけその脂肪とか炭水化物を取ってたのにもかかわらず、そんなにこう脂肪がつかないですね。でこれがやっぱりそのステロイドの、作用だと思うんですけども、結構いい加減に食べててもその筋肉だけがこう増えていって、プロテインも飲んでませんし、で筋肉だけがその増えていって、その脂肪が必要最小限ぐらいしかついてないというのをびっくりしました。でこれもステロイドのおかげなんだなと思って、それで使ってました。でステロイドが後遺症が出てきてやめてからはですね、今度はまた普通の食事に戻るんですけども、
一回そのステロイドで骨折をして、それで半年間、休んで、で体重が100キロを超えてしまいましたね。当時は95キロぐらいでやったんですけども、100キロを超えて多分2、3キロになってしまって脂肪でですね、それで、復帰が決まってダイエットしなければいけないということで、それでその時にあのやったのもまた今度炭水化物を抜くダイエットですね。ちゃんこは具だけで、あとはその夜は、とにかくもうタンパク質というタンパク質を混ぜ合わせて、納豆と豆腐とその卵ですね、これをこう混ぜ合わせて、それで電子レンジでその温めて食べるとか、そういったこともやってました。それが UWF 時代ですね。でその後に藤原組になりまして、藤原組は今度はその若手がいませんので、本当に人数少ない状態でその最初旗揚げしましたんで、ちゃんこという制度をやめることになりました。で何をしたかというと、今度は天安門ですね、近くにラーメン屋さんと弁当屋さんありましたんで、その2つのうちのどちらかを食べて昼を賄うと。で夜はまあ個々その自分の家に帰っての食事なんですけども、まあ、自分はまあ結構その当時はお金もありましたんで、やっぱりステーキ食べたりとか、あとはその外食行って、まあ、美味しいもの食べたり、そういった食事をしてると、やっぱどん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 今度このお腹がこうたるんでくるというか、その脂肪がついてくるんですね。で脂肪がついてきて、それでももう22歳を超えてましたんで、まあ、自分でその言い訳じゃないですけども、二十歳を超えたら脂肪もついてくるんじゃないか、そういったその自分流のその頭でそのちょっとこう言い訳を作ってましたね。でまあそれで最悪な事態は、東京ドームでモリス・スミス選手ですね、キックボクサーのチャンピオンのモリス・スミス選手と石川の犠牲をした時に、3分何ラウンドか、結構長い時間、3分5ラウンドですね、ぐらいその試合したんですけども、全く動けなくて、それで自分の体が重くて、で相手の、体、あの相手のことを、モリス・スミス選手のことを掴んでは逃げられ、もう本当それでクタクタになった記憶があります。でその時にもうこの体はダメだという気持ちになりまして、でまあそこからその1年後に、今度はその藤原組を、離脱して、でパンクラスになるんですけども、その藤原組を離脱してからそのパンクラスの間にですね、今度シャムロック選手をそのパンクラスにそのやってもらえないか、その頼みに行くためにそのアメリカに行ったんですね。でアメリカ行って、それでシャムロックの家にその何日間か泊まることになるんですけども、でその時にそのシャムロック選手の食生活にものすごくちょっとこうヒントを得ましたね。でシャムロック選手だけ食べ物が違うんですね。本当に味のついてないあのチキンと、味のついてないそのパスタとかだけとか、それをこうタッパーに入れて、それでこう食べてたりとかしてましたんで、それでまあシャムロック選手だけちょっとこう体がこう他の選手よりもこうなんかこう筋肉質な体してましたんで、なんとなくなんですけど、これは食事にすごくヒントがあるんじゃないかと思って、それでシャムロック選手にこっそり聞いたんですね。そしたら一日食べてるもの全部ちょっとメモしてくれて、それでこう大体こう書いてたのが本当に基本的な、今で言えば基本的なんですけど、当時はびっくりしました。朝は卵とトースト、昼は、鶏肉とパスタと野菜で、夜は、魚と、ライスと野菜で、その合間にプロテインドリンクを2回飲むと、そういう質素な食生活ですね。それを見て、あ、これはこの通り食事をすればシャムロックみたいな体になるんじゃないかなと。それで、日本に帰ってきて、早速実行しました。で見事ですけども、本当にみるみるですね、1週間目はちょっと分かんないですけども、2週間目ぐらいからどん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 こう脂肪が落ちてきまして、でウエイトトレーニングやればやるほどこう筋肉がこうなんかこうはっきりと見えるようになったんですね。それ で出てきたのがそのパンクラス その肉体改造ですね。肉体改造法というのをそこで初めて自分でその、
実践するようになりました。でそこからはですね、まあ、ほとんどその、まあ、ほぼその肉体パンクラス時代の肉体改造法ですね、あのシャムロックから教えてもらったその食事法にプラスアルファして自分でいろいろその研究をしてやってました。